やはり彼らの国の大統領経験者は逮捕されるようです。お疲れ様です。パーソナリティのアスカです。動画をご覧いただきありがとうございます。さて本日のテーマは、ムンジェイン氏がついに逮捕へ、容疑者として明記されるをお送りします。ムンジェイン前大統領が容疑者に、ムンジェイン前大統領が賄賂で逮捕寸前のようです。2024年9月、韓国政界に激震が走りました。ムンジェイン前大統領が検察当局の捜査令状で収賄容疑の容疑者として明記されたのです。捜査の焦点は2018年に起きた航空会社の人事に関する疑惑です。ムン前大統領が当時与党だった共に民主党の元議員が設立した航空会社に自身の娘の元夫を役員として入社させたとされています。その見返りにこの議員に公共団体の理事長ポストを与えた疑いがあるのです。検察は、ムン前大統領の娘の元夫が受け取った給与など、約2400万円が、ムン前大統領への賄賂に当たると見ています。このためムン前大統領も、贈収賄の容疑者として、捜査の対象となりました。この事態は、韓国の政治構造の問題点を浮き彫りにしています。歴代の大統領が任期後に法的トラブルに巻き込まれるのは、韓国ではほぼ恒例となっています。これは政権交代のたびに前政権の不正を暴く政治報復の構図が根強く存在することを示しています。韓国の政治文化においてこのような政治報復が常態化している背景には権力の集中と政治の二極化があります。大統領制を採用する韓国では大統領に強大な権力が集中します。そのため政権交代が起こると新政権は前政権の権力乱用や不正を追及することで自らの正当性を示そうとする傾向があるのです。また、韓国の政治は、保守と進歩の二大勢力に分かれており、この対立構造が、政権交代のたびに激しい対立を生み出しています。ムンジェイン前大統領は、進歩派の代表格であり、現在のユン政権は保守派です。このイデオロギー対立が、政治報復の背景にあるとも言えるでしょう。2024年8月には、ムン前大統領の側近である、チョ・グク元法務部長官に対しても検察が聴取を行いました。これは文政権時代の不正疑惑に関する捜査の一環です。チョ元長官は2019年に娘の大学入試をめぐる不正疑惑で辞任に追い込まれた人物です。この事件は当時韓国社会に大きな衝撃を与えました。この一連の捜査は韓国社会に大きな波紋を呼んでいます。ムン前大統領の支持者たちはこれを政治的迫害だと主張しています。一方批判者たちは法の支配の重要性を訴えています。韓国の政治文化においてこのような前政権の追及が繰り返される背景には積弊清算と呼ばれる考え方があります。これは過去の不正や腐敗を清算し新しい時代を切り開くという理念です。しかしこの考え方が政治的な報復の口実として使われることも少なくありません。ムンジェイン前大統領をめぐる今回の事態は、韓国政治の構造的な問題を改めて浮き彫りにしました。大統領の強大な権力、二極化した政治、そして政権交代に伴う報復的な捜査。これらの問題を解決しない限り、韓国政治の安定は望めないでしょう。日韓関係の観点からも、この事態は注目する必要があります。ムン前大統領は在任中、徴用工問題や慰安婦問題で、対日強硬姿勢を取りました。その彼が今、国内で追及されているからです。これは、韓国の対日政策が、国内政治情勢に大きく左右されることを示しています。2024年9月現在、ムン前大統領の捜査は、まだ始まったばかりです。今後の展開次第では、韓国政治に大きな影響を与える可能性があります。韓国社会が、この事態をどのように受け止め、どのような解決策を見出すのか、それが韓国の民主主義の成熟度を測る試金石となるでしょう。韓国のメディアはこの事態を政治的立場によって異なる視点で報じています。保守系の朝鮮日報は法の支配の実現と評価する一方、進歩系のハンギョレ新聞は政治報復だと批判しています。SNS 上ではムン前大統領の支持者と反対者の間で激しい論争が繰り広げられています。カカオトークやネイバーなどのプラットフォームでは連日この話題が上位にランクインしているのです。この事態は韓国の政治システムの脆弱性を露呈させました。大統領経験者が
法的トラブルに巻き込まれるたびに国民の政治不信は深まります。そのため韓国社会では今、政治システムの抜本的な改革を求める声が高まっています。一方で、この捜査が韓国の汚職撲滅にどれだけ寄与するかは不透明です。過去の事例を見ると、政権交代のたびに行われる前政権への捜査は一時的な政治上に終わることも少なくないからです。韓国の反日政策が破綻、ムンジェイン前大統領の容疑者への転落は彼が推進してきた反日政策の破綻を象徴しています。ムン政権時代、日韓関係は戦後最悪と言われるほど冷え込みました。徴用工問題や慰安婦問題をめぐる対立が激化し、経済面でも日本による輸出規制強化など両国関係は悪化の一途をたどりました。特に2018年10月の韓国大法院による日本企業に対する賠償命令は日韓関係に深刻な亀裂を生じさせたのです。この判決は1965年の日韓請求権協定で完全かつ最終的に解決済みとされた問題を蒸し返すものとして日本側の強い反発を招きました。ムン前大統領はこうした反日政策によって国民の支持を集めようとしましたが、結果的に韓国経済に大きな打撃を与えることになったのです。日本企業の韓国からの撤退や投資の減少、観光客の激減など、その影響は多岐にわたります。具体的な数字を見ると、2019年の訪韓日本人観光客数は前年比 25.9% 減の328万人にとどまりました。また日本企業の対韓直接投資額も2019年には前年比 50.7% 減の約210億円まで落ち込みました。これらの数字は反日政策が韓国経済に与えた影響の大きさを如実に示しています。さらに反日政策は韓国の国際的な立場も弱めることになりました。日米韓の協力関係が損なわれ、北朝鮮問題や中国の台頭といった地域の安全保障課題に対して効果的に対応できない状況を生み出したからです。特に2019年8月に韓国政府が日本とのジーソミアの破棄を通告したことは、米国を含む国際社会に大きな衝撃を与えました。結局この決定は撤回されましたが、韓国の安全保障政策に対する信頼性を大きく損なう結果となりました。現在のユン政権はムン政権の反日政策からの転換を図っています。2023年3月には日韓首脳会談も開催され、両国関係の正常化に向けた動きが加速されようとしています。特に経済面での協力関係の強化が期待されています。ユン政権は徴用工問題の解決策として、韓国政府傘下の財団が日本企業の代わりに賠償金を支払う案を提示しました。これは日本側の立場に大きく歩み寄った案として評価される一方で、韓国国内では屈辱外交との批判も出ています。しかしムン前大統領をめぐる捜査はこの関係改善の流れに水を差す恐れがあります。ムン前政権支持者の中には、ユン政権による対日融和政策を屈辱外交と批判する声もあるからです。いずれにせよ日本としてはメリットがあるのであれば、ある程度付き合っていき、再び反日活動が活発化するなど、デメリットが多くなれば離れるといったような付き合い方が良さそうです。深刻な苦境に陥っている韓国経済、ムンジェイン前大統領をめぐる捜査が韓国経済に及ぼす影響が懸念されています。韓国経済は多くの課題に直面しており、この政治的混乱が新たな不安定要素となる可能性があるからです。韓国の主力産業である半導体産業は2023年後半から回復の兆しを見せ始めています。韓国産業通商資源部の発表によると、2024年8月の半導体輸出額は約1兆5500億円で、前年同月比 62.3% 増となりました。この回復は世界的な AI 需要の高まりによるものと分析されています。サムスン電子や SK ハイニックスなど韓国の半導体大手は AI チップの開発と生産に注力しています。特にサムスン電子は2024年に入り、3ナノメートル製造プロセスの量産体制を確立し、台湾の TSMC との技術競争を加速させています。しかし半導体産業の回復だけでは韓国経済の構造的問題を解決できません。少子高齢化の進行は深刻で、2024年の合計特殊出生率は 0.68 と予測されており、 OECD 加盟国中最低水準です。
これは将来の労働力不足や社会保障制度の持続可能性に大きな影響を与える可能性があります。文政権時代の所得主導成長政策の影響も残存しています。最低賃金の大幅引き上げは中小企業の経営を圧迫し雇用減少を招きました。2024年の最低賃金は時給1075円で、文政権発足時の2017年と比べて約 55% 上昇しています。この急激な上昇は特に中小企業や自営業者に大きな負担となっています。また文前大統領の捜査による政治的混乱が長引けば海外投資家の信頼を失う恐れが高いのです。実際韓国取引所の発表によると、2024年8月の外国人投資家による韓国株式の売却額は約2600億円に達しています。これは政治的不確実性が投資家心理に影響を与えていることを示唆しています。一方、日韓関係はユン政権下で改善の兆しを見せています。2023年3月の日韓首脳会談以降、両国の経済協力も進展しています。特に半導体産業における協力関係の強化が注目されています。日本の経済産業省は2024年7月、半導体製造に不可欠な3品目の対韓輸出規制を緩和しました。これによりサムスン電子や SK ハイニックスなど韓国の半導体メーカーは日本からの材料調達が容易になりました。具体的にはフッ化水素、フッ化ポリイミド、デジストの3品目が規制緩和の対象となり、韓国企業は個別許可ではなく包括許可で輸入できるようになりました。この規制緩和は日韓両国の経済界から歓迎されています。日本の半導体材料メーカーにとっては重要な顧客である韓国企業との取引が円滑化することを意味し、韓国の半導体メーカーにとっては安定的な材料調達が可能になることを意味します。しかし文前大統領をめぐる捜査が長期化すれば、この改善の動きも停滞しかねません。韓国の政治的混乱は日本企業の対韓投資にも影響を与える可能性があるからです。実際一部の日本企業は韓国の政治状況を注視しながら投資判断を慎重に行っているとの報道もあります。日本にとって韓国はある程度重要な経済パートナーです。2023年の日韓貿易総額は約9兆5000億円に達し、韓国は日本にとって第3位の貿易相手国となっています。特に半導体製造装置や材料の分野では日本企業が高いシェアを持っています。例えば東京エレクトロンは韓国の半導体メーカーに対して最先端の製造装置を供給しています。2024年には同社の次世代エッチング装置がサムスン電子の3ナノメートルプロセスラインに採用されました。また JSR や TOK などの企業は高純度の半導体材料で韓国市場において強みを持っています。特に EUV レジストと呼ばれる最先端の環光材では日本企業が世界市場の8割以上のシェアを占めています。日本政府にはこのような強みを生かしつつ、韓国経済の動向に左右されない安定した経済基盤を築くことが求められます。具体的には半導体産業における技術革新を進め、グローバル市場でのポジションを強化することが重要です。経済産業省は2024年6月、次世代半導体の開発に向けた国家戦略を発表しました。この戦略では2030年までに2ナノメートル以下の最先端ロジック半導体の量産体制を確立することを目標としています。さらに2024年9月には半導体産業の国際競争力強化を目的とした半導体デジタル産業戦略を策定し、5年間で約5兆円の投資を行う計画を発表しました。この戦略の一環として経済産業省は産学官連携のプロジェクトを立ち上げています。東京大学や京都大学などの研究機関とソニーやキオクシアなどの民間企業が参加し、量子コンピューティングや次世代メモリの研究開発を進めています。この取り組みは日本の半導体産業の復活を目指す令和の半導体ルネサンスと呼ばれています。このような取り組みを通じて日本は韓国経済の動向に左右されない安定した経済基盤を築くことができるでしょう。同時に日韓両国の産業界の協力関係を維持、強化することで両国経済のさらなる発展につながる可能性があります。韓国の民主主義と法の支配が適切に機能するか、ムンジェイン前大統領をめぐる捜査は国際社会でも注目を集めています。
グローバル化が進む現代において、一国の政治スキャンダルが国際的な影響を持つことは珍しくありません。この事態は、韓国の民主主義と法の支配の成熟度を測る試金石となっています。国際的な評価機関による腐敗認識指数は、各国の政治、行政の透明性を測る重要な基準です。韓国は2023年の CPI で31位を記録し、前年から1ランク上昇しました。しかし、今回の事態は、この評価に影響を与える可能性があります。トランスペアレンシー・インターナショナルの韓国支部は、2024年9月に発表した声明で、ムンジェイン前大統領の捜査過程を注視している。政治的中立性を保ちつつ、法の支配に基づいた公正な捜査が行われることを期待すると述べています。また、グローバル企業の進出や国際投資の増加により、政治の透明性は経済面でも重要性を増しています。実際、この捜査が明らかになって以来、韓国総合株価指数は一時的に 2% 以上下落しました。国際的な格付け機関、ムーディーズは、韓国の政治的不確実性が高まれば、国の信用格付けに悪影響を与える可能性があるとの見解を示しています。国際社会は、韓国の司法制度がこの事態をどのように処理するのかを注視しています。特に注目されているのが、検察と裁判所の独立性です。過去には政権の意向に沿った捜査や判決が問題視されてきた事実があるからです。今回の捜査を担当している、前州地方検察庁の動向が、韓国の法治主義の進化を問う場面となっているのです。この事態は、東アジアの地政学的な状況にも影響を与える恐れがあります。ムン前大統領は在任中、北朝鮮との対話路線を推進し、米国との同盟関係にも一定の距離を置く姿勢を見せました。その彼が逮捕され、収監されれば、韓国の外交政策は大きな転換を迎えることとなるのです。特に日本との関係改善に向けた動きに、どのような影響が出るのか、国際社会は高い関心を寄せています。ムン前大統領の反日政策によって冷え込んだ日韓関係は、現在のユン政権下で改善の兆しを見せています。2023年3月の日韓首脳会談以降、両国の関係は急速に改善しています。しかし、ムン前大統領をめぐる捜査が政治的混乱を引き起こせば、この改善の動きが停滞する恐れもあります。また、国際社会の一部からは懸念の声も聞かれます。政権交代のたびに前政権の不正が追及される政治報復の構図が、韓国政治の安定性を損なっているのではないかという見方です。実際、こうした政治的な対立の繰り返しは、長期的な国家戦略の実行を困難にし、国際社会における韓国の信頼性を低下させる要因ともなっています。グローバル化が進む中、一国の政治的混乱が国際社会に与える影響は小さくありません。そのため、国際社会は韓国がこの事態をどのように乗り越えるのか注目しています。公正な地方プロセスを通じて真相を解明し、必要な改革を行うことができるのか、それとも政治的対立に終始し、国家の発展を阻害してしまうのか。この事態の帰結は、韓国の民主主義の成熟度を示すだけでなく、国際社会における韓国の地位にも大きな影響を与えるでしょう。また、この事態は他の新興民主主義国にとっても重要な先例となります。政治家の不正追及と民主主義の安定をどのようにバランスを取るべきか、司法の独立性をどのように確保すべきか、こうした課題に韓国がどのように取り組むかは他国にとっても参考になるからです。さらに国際機関や各国政府もこの事態の推移を注視しています。例えば国連人権理事会や EU は韓国の民主主義と法の支配が適切に機能することを期待しています。同時に、この事態が東アジア地域の安定性に悪影響を及ぼさないよう、慎重に状況を見守っているのです。日韓関係は改善するか、ムン前大統領が今後どのような処遇を受けるのか、この事態の展開には、いくつかのシナリオが考えられます。第一に、ムン前大統領が実際に逮捕され、裁判にかけられる可能性です。9月1日、検察は、ムン前大統領の自宅と事務所の捜索を実施し、関連資料を押収しました。これにより、逮捕状請求の可能性が高まっています。もし逮捕に至れば、韓国社会の分断がさらに深まるでしょう。実際8月15日の光復節集会では、約10万人の支持者がムン前大統領に対する支援を訴えました。共に民主党のイ・ジェミョン代表は、ユン政権による政治報復だと強く反発しています。
一方第二のシナリオとして捜査が難航し、事態が徐々に収束する可能性もあります。ムン前大統領側は強く容疑を否認しており、証拠不十分で起訴に至らない可能性もあります。この場合、ユン政権の求心力低下は避けられません。8月の世論調査ではユン大統領の支持率が就任以来最低の 38% まで落ち込んでいますし、ムン前大統領逮捕の是非を問う捜査では反対が 52%、 賛成が 45% と国民の意見が二分される結果となっています。この結果は韓国社会の分断の深さを示すとともに、政治的安定性の確保が急務であることを示しています。この政治的混乱は日韓関係にも影を落としかねません。ムンジェイン前大統領をめぐる捜査は、韓国の民主主義の成熟度が明らかになる機会です。過去の政権でも、イ・ミョンバク元大統領や、パククネ元大統領が収賄罪で有罪判決を受けています。これらの前例は、韓国の司法制度が政治家の不正を厳しく追及する姿勢を示す一方で、政治的な影響力の強さも示唆しています。日本としては、この事態を冷静に観察する必要があります。政治的混乱を乗り越え、未来志向の関係構築ができるかどうか、隣国の動向を注視しつつ、長期的視点で日韓関係の発展に取り組む必要があります。あなたはこうしたムン前大統領の状況についてどう思いますか？ぜひ意見や感想をコメント欄にお寄せください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またあなたとお会いできることを楽しみにしていますね。